3053から3023アテッサはシチズン時計が販売している腕時計のブランドである。日本のみで販売されている。腕時計ケースバンドの素材としてチタンを前面に打ち出した先端技術を導入したビジネスマン向けブランドとして1987年に登場。その後もチタンカーバイド、ダイヤモンドライクカーボン、デュラテクトといった耐久性向上のためのチタン表面の硬質化技術を発展させ、1995年には光発電モデルを導入、さらに電波時計機能も付加された。2017年現在ではすべてのモデルがエコドライブとなり、大半のモデルにパーフェックス世界時計機能が搭載されている。ダブルダイレクトフライト2013年に登場したアナログ表示のフラッグシップモデル。ホーム都市選択機能はベゼル外周部に印字された都市名に秒針をセットする方式となった。12時方向に曜日針、6時方向にローカルタイム表示がある。クロノグラフは搭載されない。サテライトウェーブ2014年に登場した GPS 衛星電波による時刻修正に対応したモデル。通常の地上電波修正機能は搭載されない。3針モデル、非クロノグラフ、クロノグラフがある。クロノグラフアナログ針表示によるクロノグラフ搭載モデル。2017年現在はパーフェックスに対応していない。黒の秒針と兼用のセンター秒針を持ち、6時方向のスモール針はモード針となっている。2017年時点ではラインナップから外れている。ジェットセッター2007年に登場したアナログデジタルコンビネーション表示の多機能モデル。ホーム時刻、ワールド時刻、協定世界時の3つの時刻を一度に表示できる。ワールド時刻では43都市の標準時、22でアトック-12からアトック+14までの15分単位の時刻で1都市の標準時、計44都市のいずれか1都市を選択して表示できる。アトック以外は手動で夏時間の設定が可能。デジタル表示部はクロノグラフといった付加機能にも用いられる。その他、10時方向の充電量、受信電波表示、2時方向の24時間計、6時方向のモード表示のスモールバリが搭載される。ジェットセッターダイレクトフライト2009年6月に登場したアナログ表示のクロノグラフモデル。ディスク表示式のホーム都市選択機能が搭載され、簡単な操作で素早く切り替えができる。1都市1時刻表示のみとなる。秒針は6時方向のスモールバリとなり、センター秒針はクロノグラフ専用である。なお、ATD53 から3011はイメージキャラクターとして起用されている福山雅治が CM ポスター等で着用していることで知られる。ありがとうございます。